丹野駅は北海道北見市丹野町丹野にある北海道旅客鉄道赤北本線の駅である。駅番号は A63。電報略号は丹野。1977年の丹野駅と周囲約500メートル範囲。右上が阿波走方面。駅舎前の丹式ホームと駅裏側に駅標速片面仕様の島状丹式ホームの 実質相対式ホーム2面2線、及びその駅裏側には留置線が一線敷かれ、それより分岐して、輸送所及び丹野町農協の倉庫へそれぞれ側線が伸びる。駅舎横北見側の切り欠き機場の貨物ホームへ1本の積み下ろし線が引き込まれ、またこの線からスイッチバックして、北見側の土場へも積み下ろし線が1本伸びている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地名。アイヌ語のヌプ消しあるいはヌプ本消しの意訳と考えられる。二面二線の相対式ホームを持つ地上駅。ホーム同士の連絡は校内踏切で行う。北見駅管理の無人駅。自動券売機設置なし。北見市商工会の物産センターを併設する複合駅舎であるが、 通常は、駅舎隣に新築された建物で営業を行う。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。旧丹野町の中心駅。駅は、国道39号と北海道道1024号。川向かい丹野線に挟まれた場所に位置するが、駅舎は道々側にある。ありがとうございます。